にかくジョニオさんと2号さんをこの上ないくらい尊敬しております、アキラです。今日はですね、1996年ジョニオさんと2号さんによる伝説の連載ページフォーロムをご紹介するシリーズ動画の第1回やっていきたいと思います。で、僕のチャンネルで他にもですね、ジョニオさんと2号さんの、何回言うねん、ジョニオさんと2号さんにまつわる動画もたくさん上げておりますので、ぜひね、今日のフォーロムの第1回と合わせてご覧になっていただきまして、ジョニオさんと2号さんのかっこよさ改めてご確認いただければ幸いでございます。それでは早速やっていきたいと思うんですけれども、まずはですね、1996年の4月号、僕らのバイブルスマートさんからの引用でございます。フォーロムというね、連載がこの時にね始まったんですね。こちらですね、いつものようにアキラファイルからお届けしてまいります。なんちゅうかっこいいページやねん。もうたった2ページなのよ、見開き。だけどそこにね、夢が詰まってるのよ。これが僕らの青春だったんですよ。うるさいですね、今日もね。今日もうるさいんですけれども、やかましくね、お届けしていきたいと思います。なんちゅうこれ、もうかっこよさ爆発しちゃってるから、お二人とも。これジョニオさんのこのね、パンクドレッドで、このサングラスで、この T シャツね、サーマルとバンド T シャツを重ね着して、その上にアンダーカバーのスウェットベストを羽織る。めちゃめちゃかっこいいね。で、ご自身でお作りになられたクラストパンツ、これね、古着の後染めのね、パンツをカスタムしてるんですよ。そしてラバーソール、このね、ウォレットチェーンはアンダーカバーのものですね。これバッペいっぱいカスタムしてね。で、2号さんはこの代名詞のエイプのハットにファーストスタジャンやね、あのグッドイナフのね、ファーストスタジャン、セカンドスタジャン、ウンドゥもね、ありますけれどもね、エイプさんもあるんですよ。これファーストスタジャンです。これ一番かっこいいやつ欲しいなー、これ。そしてヴィンテージのデニムにレッドウィングのアイリセッタープレントゥ、もちろん紐は焦げ茶のスウェードの紐でございます。そしてコーネリアスリングと、この写真はね、あの僕の画面がぼやけてるんじゃなくて、最初からそういうね、撮影方法なんですね。かっこええなー、こっち。これまずページのデザインがね、好きなんですよ。これね、枠にね、ほら、うっすらとこのカモフラをね、あしらってあるんですよ。おしゃれなページや で、このフォーロムのこのロゴがかっこいいの。これもね、背景はね、カモフラなの。フォーロム、このフォーロムはスターウォーズに出てくるワードですね。なんかなんとなく、そのラストオージー、ラストオージー2、ラストオージー3があってのだから、なんか4っていう文字をお二人がなんかつけたかったんじゃないかなと思いますね。で、このなんか4っていう数字があって、自分たちの好きなカルチャーになぞらえてフォーロムっていうタイトルになさったと思いますね。テキスト1、アンダーカバー、エイプで、セブンスターズさんですね、やはりね。デザインはじっくり今日もね、写し込んでいきますから ね、まず見ていただいて、こうしたらテキストも一緒にいけますかね。ジョニオさんのパンクドレッドがロスで買ったネックレスで、アンダーカバーとグッドイナフのワッペンでカスタムしたこのベスト、テキストもね、読めると思うのでね、読んでくださいね。腕周り、2号さんはもうガボールゴリゴリですね。ジョニオさんはもういろんなのかっこいいね、バットマンのブレスとかね、ポーラーの時計でガボール、かっこいいな。で、このね、ドクロのこのネックレスは、これはガボールじゃないんですよ。ジョニオさんがね、ロスでお土産に買ってきた割とチープなものらしいんですよ。なんかその取り入れ方ね、かっこええな。紐はでもこれ三つ編みみたいにしてるから、これやろうかな。革紐を買ってきて三つ編みして、こういうの見つけて自分でこうネックレス作っちゃえばいいね。おしゃれやで。2号さんはね、エイプのこのビジワークスのサークルロゴと、ベンツとステューシーとワーナーブラザーズのピンバッチをつけてるんですよ。見えますよね。で、レインジャケットね。で、シャツね。昔はこれをカッターシャツと呼んでたみたいで、ここに書いてありますね。そしてこのスタジャンの背中、ビースト、レギン、シュプレイ。要はあの、猿を押していこうみたいな、そういう意味なんですね。で、こっちのこの細かいテキストもいきましょうか。
これでいけてると思うんで、セブンスターズさんがアシスタントさんを募集しております。そしてこの上の写真のねテキストですね、バッチリ見えてますね。やっぱね黒字に白文字はねほんと写りやすいんですよ。しっかり読んでいただいて、で話していってこういう形と、もうこのビジュアルのかっこよさね、なんなんだろうね、かっこよすぎるよね。こんな感じでございます。それではこの伝説の連載の第1回目をご覧になっていただきながら、フォーロームとは何ぞや、いつもの口上を述べさせていただきます。いきます。フォーロームとは雑誌スマートで1996年4月から1997年7月までの全16回掲載されたジョニオさんと2号さんによる伝説の連載ページであり、世界的に見ても今日におけるストリートとモードの垣根を越えたファッションそしてカルチャーの教科書なのである。ありがとうございます。完了でございます。考えたんですよ今日のためにね、この工場ね。でも本当にそうだと思いません？この約30年前のこの連載がですよ、ここでお二人が発信してくれたその全てが今日に繋がってるじゃないですか。今のもうストリートもモードももう垣根を越えて、まあ、同じこと言いますけれどもね、バイブルなんですよ、もう教科書ですよ。なので皆様これはですね、次の期末試験に必ず出ますからね、予習復習してうるさいですね私ね。ちなみにですね、このフォーロームのページをご紹介する動画はもうね2年ぐらい前ですかね、私 YouTube 始めた当時にどうしてもやりたくてやったことあったんですけれども、まだまだその時私もですね YouTuber として全然でございましたので、もう今見たらちょっと恥ずかしくなるぐらいなんか下手だし、まあ下手なんですよとにかくね、ちゃんとこのかっこよさを伝えきれてない感じがしたんで、今回もう一回やってみようということで自分リバイバルをしてるわけなんでございますね。なので少しでもブラッシュアップしたいので、その時には出せなかったリアルな情報っていうのも出していきたいということで、小ネタもたくさん準備しながらやっていきます。まずジョニオさんがこの着てらっしゃるこの T シャツですね、これホワイトゾンビっていうバンドのバンド T シャツなんですね。それがですね、これでございます。私が今日着ております、背中にホワイトゾーン書いてあるんですね。むちゃくちゃかっこいい T シャツです。レアです、これはね。で、これはですね今ヌアスで販売中です。今日ねちょっとね衣装としてお借りしてますけれどもね、こちら所有から共有しておりますので皆様よろしくお願いいたします。これだからね、ジョニオさん着てたやつよこれ、やばくない？欲しい人お早めにでございます。そしてですね、この中でジョニオさんがこういう風にワッペンでいっぱいカスタムなさってるじゃないですか。ここね、こういう風にね、アンダーカバーのねワッペンとかでねこうやってやってるじゃないですか。こういうとこもいっぱいついてるんですね、チラシあるんですね。それがですねこれです、これ本物です。当時出た96年 SS コレクションのワッペンセットなんですよ。これ未開封なんでね、僕はこれもったいなくて使えないんで、僕自身はカスタムできないんですけれども、たまにこれねバラ売りしてるんで、皆さん買ってみてジョニさんみたいに、ね、カスタムしてみてはいかがでしょうかと。皆様今日も前半戦ありがとうございます。私もですねジョニオさんと2号さんになりたい、そう思って東京に上京してまいりました。そしてお二人の発信とクリエーションを今でも追いかけながら、少しでも追いつけるように自身もですね満を持してこちらです、ニュートラルバズリアクション、私アキラがディレクターを務めさせていただいております。オリジナルブランド、もう誠心誠意めちゃめちゃかっこいいものを作りたい、ただその一心でやっておりますので、ぜひ皆さんニュートラルバズリアクションチェックしてみてください。それでは後半戦、1996年の5月号スマートさんからの引用です。フォーロームの第2回、こちらです。もうね言葉が出ない、これはでも言葉いらないんじゃない、このページはどんだけかっこええねん、ほんまにやばいで、これは教科書やね。じゃあね、とはいえ説明しましょうかね。まずねこちらのページ、フォーロームのねテキスト2でございます。
ちょっとこういう感じでテキストをしっかり皆さん読んでいただいて、1996年の4月1日にジョニオさんとニゴさんのお店ノーウェアが3周年を迎えました。その3周年記念缶というものが限定で発売されたんですけれども、それをご紹介なさっているそんな回でございます。これですね、このいちごちゃんのこの缶です。いやもう未だにその頃の感動が蘇ってきますね。かっこええって本当に思いましたね。なんちゅうかっこいいものがこの世の中にドロップされるんじゃーみたいなね、興奮でもう本当に寝れなかったっすね。でこのポラのこの感じ、どんだけかっこいいね。ここにね、こうやって白抜きでね、この写真です。この写真をの枠をだけ撮ってこの辺書いてあるんですよ。こういうデザインが本当にかっこよくて、いまだに影響を受け続けてますね。こんなビジュアル作ってみたいっすね。頑張ります。ニュートラルバズリアクションでこういうところからインスピレーションいただいて、かっこいいビジュアル作れるようになります。プロダクツもね、もちろんだけれどもね、この2号さんのハット、レイプの BMX シャツ、いっちゃん欲しいやつで、これね、ラングラーのねデニムだと思うんですね。この当時2号さん履いてたのはね。で、フットスケープ履かれてるんですよ。ジョニオさんはこの半袖スカルブルゾン、サーマルと重ね着して、マイノリティのレザーショーツ茶色を履いて、アンダーカバーの黒のフェルトブーツを履いてる。かっこいいなぁ、くんな、何やってもかっこいい。2号さんはこの上にこのエイプさんのスタッフ限定のランチコート着てたみたいですね。かっこいいねこれね。これ気になる方は、今日はホールームですけど、ラストオージ3で2号さん着てらっしゃるんで、チェックしてみてくださいね。こんなビジュアルかっこええなぁ、むちゃくちゃかっこええね、ほんま。なんでこんなかっこいいんだろう。この辺見たらわかりますよね、この白抜きがね。おしゃれやなぁ、何やねんろ、いろんな撮り方してる。はぁ、たまらんね。あ、テキストがあった。うん、このテキストもね、皆さんにしっかり読んでいただいて、あ、読めてますね。スタイルオブトゥデイ、もうね、思いっきり読者目線なんですよ。この YouTube で言うと視聴者様目線っていうやつですかね。この当時僕たちが一番知りたかったことなんですよ。ジョニオさんと2号さんは何着てるのって、それをね、こうやって書いてくれてるんですよ。むしろそれがメインなんですよ。このね、最初の第1回もそうでしょ。ジョニオさんのこれは何なんだろう、これジョニオさんの頭についてるあれは何なんだろう、ビーズとかは何なんだろう、2号さんのこのネックレスってどこのやつなんだろう、このワッペンとかでどういうふうにすんだろうとか、中に着てるサーマルとか、このバンド T シャツどこのやねんとかね、教えてくれてんですよ。うまいよねー、マーケティングですよ。完璧なるマーケティングですよ、本当に。一番大事なの、視聴者様の目線に立つ、読者様の目線に立つ、お客様の目線に立ってものを考え、そしてクリエーションする、発信する、当たり前のことなんです。ただその当たり前のこと、基本中の基本ができなかったりすることが多いから、なかなかうまくいかなかったりすることっていうのは多いのかな、なんて何を語ってんねんとたまにね、ビジネス論語りますからね。昔はビジネス系のね動画も作ってたんですけど、なんかね、やっぱりこういう感じだからこっちの方がいいかな、楽しいかなっていうことで、今はねあんまりやらなくなってしまいましたけれどもね、今後ともそんなビジネスの話を交えながら裏原カルチャー発信してまいりますのでね、皆様よろしくお願いいたします。そしたらですね、この第2回の小ネタ、でれーん、出たー本物あったで、これせっかくなんで、何回か YouTube でもやったことあるんですけど、まだね、見てないっていう方もいらっしゃると思いますし、私の動画今日ね、初めてご覧になっていただいている方、ありがとうございます、いらっしゃると思いますので、この3ヤーズ缶のね、開封していきたいと思います。昔はもっとこうね、シルバーのピッカピカだったんですよ。この、こういう感じの、綺麗なシルバーだったんです。今はもう30年弱経過して、結構ね、こういう風に酸化して錆びちゃったんですけど、これ、3、ノービア、3ヤーズって書いてあるんですね。で、これ開けますね。
中身はですね、おお、ピンバッジ、ちょっと傾いてますけど、ピンバッジセット完品でございます。かっこいいね、やばいね、かっこいいね、やばいね、もうオールスターズのブランドが全て勢ぞろいでございます。これがあって T シャツが3枚入ってますね。これはめちゃくちゃ有名ないちごちゃんの T シャツですね。これがありますね。これはね、袖にね LO2 入ってますね。そしてこれがエイプさんのね T シャツですね。エイプさんのコーニリアス T シャツですね。小山田さんのフライング V を持った小山田さんの T シャツですね。かっこいいねこれ、めっちゃかっこいいね、このロゴの感じ超おしゃれで、これはこのピスネームがつきますね。で最後アンダーカバーですね。アンダーカバーのスカルベリー、アンダーカバーさんの T シャツの中で一番かっこいいんじゃないかって言われてるこのスカルベリーの T シャツ、かっこいいね、めっちゃかっこいい。もちろん初期のね黒タグですからね。あとはですね CDカセットテープでマッチが入ってるんですよ。これが時代感じますよね。その当時もうみんなタバコ吸ってたんで、アンダーカバーのこのマッチがね入ってるんですね。デザインが見えないですかね、こうですね、グラッとですね。藤原宏さんのアイダンサローンのカセットテープが入ってます。これ未開封ですね。アイダンサローン、いい歌なんですよ。ちょっと久しぶりに言いますかね。でーんチャリケホンチャヘチュヘホヘアイダンサロン、そこしか知らんのかいっていうね話ですけれども、いい歌なのよ、いい歌の感じ伝わりました。アイダンサロンなんですよ、そこしかわからんのかいとね。アイダンサロンテープで、この CD ですね。甘くない、これモーワックスの CD ですね。これはね中ねあんま見れないんで、ステッカー入ってるんですよ、ちゃんとこうやってやばいっすよね。でこの CD のね CD 自体を見せるってことはないと思うんで、どっから見せたら分かりやすい、こうか、これが CD なんですよ。ほら「ノーウェア3イヤーズ」ってこうやって面白い、このなんかハロウィンっぽい感じのオリジナルのねフォントでね書いてあるんですよ。やばいね、これを見せられたのはだいぶ嬉しいですね。でこれがありまして、最後はステッカーが入ってるんですね。ステッカーこちらですね。やばくない、アンダーカバーのステッカー、バッキバキ、超状態いい、これ新品だよね。デイプさんのこのでっかいステッカー、かっこいいね、これが入ってますね。で最後がラストオージー2のこのスペシャル回が入ってるんですよ。これが一番熱いな。ラストオージー2のね紹介する動画の時もこれやりましたけどね、一応スクロールして、これ合成写真なんですよ。この当時はもうノイアは新しい場所に変わっていたので、93年当時の1号店の前で96年当時のお二人が佇んでいるっていう合成写真なんですよ。濃いね、やばいね、こんな感じですね。皆様本日も最後までありがとうございます。フォーロームをご紹介するこのシリーズ動画、これから続けていきますので、またよろしくお願いします。そしてですね、3日後の新しい動画で皆様とお会いできたらめちゃ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 嬉しいです。フォーローム最高ー、じゃあまた。通学ショックウェーブノースウェーブベースがバイブレー